Today, the players are being escorted by boys from a local team in this city.今日のゲーム、注目の試合を迎えました。果たしてどのようなドラマが生まれるのでしょうか。世界が注目する一戦です。この時間はビターレン長崎対インテル、こちらの一戦をお楽しみいただきます。 e フットボールスタジアムで行われる本日のゲームです。コンディションを確認しましょう。今夜の天気は晴れ、過ごしやすい気候の中行われるゲームです。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。前半ゲームはスタートしています。ビターレン長崎対インテル。北澤さん、この試合ゴールマウスにはオリバーカーンが待ち構えています。いや、気合十分ですよね。やっぱりオーラが違いますからね、はい、ちょっと怖いぐらいですよね。そうですね、闘志が全身にみなぎっているようです。苦しい時こそ一番後ろから選手を鼓舞してくれますからね、うん、チームにとって大きな柱になるプレイヤーですよね。そうですよね、この試合でも魂のこもったセービングを見せてくれることでしょう。チャンス、積極的なディフェンス。蹴るのはもちろんビルド、いいボール入れてきますからね。これはつながりませんでした。長いボールを送ります。クロスを折り返す、エジガルジュニオからのパスは通りませんでした。ビルド、
今日は両チームとも慎重なスタートという印象です。裏へ出るか。このボール奪いに行きます。ジョルディアルバ、オフェンスでも貢献度の高いサイドバックです。さあカウンターを仕掛けます。どうだ、リバルボへのボール、いい展開ですね。ここはつながりません。ブロゾビッチ、シルバから久保、久保ここですね。ジョルディアルバへ。まあ落ち着いた試合の入りですよね。まだ両チームともシュートもありませんから、どっちが先に攻撃のスイッチを入れてくるのか注目ですよね。いやもうギリギリのクリアって感じですよね。カウンターですよ。スルーパスを狙う。澤田からイバルボ、イバルボからエジガルジュニオ、フリーだ、インターセプト。おっとこぼれる、これを読んでいた。久保、ここはドリブルで上がる。さあカウンタースピードを上げたいところ。さあワンツーからエジガルジュニア、シュート、ゴール。ここはディフェンスの対応。ボールがつながる、狙えるか。インテルカウンターを仕掛けます。セカンドボール拾いたい。前半31分が過ぎたところ、エジガルジュニオへ。ここは通しません。ブロゾビッチから左サイド、ロナウジーニョへ。シルバ、ベルカンプ、ベルカンプから久保、抜ける、ベルカンプ。ここは必死の守備を見せます。読みの良さと思い切りですよね。素晴らしいですよね。インテルはコーナーキック2本目。ロナウジーニョに渡る、シルバに渡る。危ないシーンでしたがここは大きくクリア。あっとここからですね、空いてますからね、縦行きたいところですよね。さあイバルボ、加藤と呼んでいた。いや展開早くなってましたね。ビルロ、このパスを受けてインターセプトを狙う。スルーパスを出す、来たか。チャンスになる。あっと PK か、PK です、 PK。 長崎ペナルティーキックを与えています。先制のチャンスを迎えます。これを決めるとこの後の試合のペースつかみやすくなりますよね。決めた、先制。ここは確実に決めてきました。正面でしたね。メンタルの強さを見せましたね。どうだこのシュート。いや北澤さん、これはいいセーブでしたね。よく止めましたよね。いい反応でしたよね。キーパー素晴らしいセーブでした。 There will be one minute added time.
ブロゾビッチ。そして今前半終了の笛が吹かれました。前半から得点が動いています。長崎うまく攻めきれなかったという前半でした。失点してから少し集中力が切れていたプレーが目立ちましたよね。負けている時だからこそ一つ一つのプレーを大切にしていくことが必要になりますよね。ビファーレン長崎対インテル、ではこの後も引き続き試合をお楽しみください。後半スタートです。長崎としてはまだ1点のビハインドなので慌てなくてもいいですよね。この立ち上がりでしっかり自分たちのペースを掴みたいですよね。はい、そうですね。さあカウンターのチャンスになります。このスルーパスは通りません。リバルボエのボール、ブロゾビッチ、縦のボールを入れてきますが、これは合いません。加藤、裏へのスルーパス、これを読んでいた。トップで収まればね、シュートまで行けた攻撃でしたけどね。シルバー、澤田、奪いに行きます。ロナウジーニョへ抜けるか、抜けますよ。これもロナウジーニョ、さあ中央へ、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。インターセプト、リバルボ。インテルは先ほどから前線に何枚か選手が残っていますね。そうですね、前の方で虎視眈々とカウンターを狙ってる感じですよね。しかし北澤さん、味方の選手からすると守備の人数が足りないですよね。で、一人一人の負担が増えてしまうのではないでしょうか。まあ確かにそうなんですけどもね、逆にボールを奪った時には、まずこの選手に出せばいいので、気が楽な分もあると思いますけどね。前線の選手に預けさえすれば、はい、とりあえずラインも上げられますからね。そうですね。ジョルディアルバから左へ、足元大事に行きます。桑崎、さあ一気にカウンター。アーチのようなパス、これは合いません。久保からベルカンプ、ブロゾビッチ、ロナウジーニョ、撫でるようなボールタッチ。ロナウジーニョからジョルディアルバ、クロス上げる、守備陣クリアの対応です。これはファールの判定。危ない状況でしたからね、あのまま打たれるのを避けたという形でしょう。これは十分狙える距離です。まあ当然キックはいいですからね、チャンスですよね。ここはうわー、ゴール、素晴らしい。これで差は2ゴールになりました。直接叩き込んできましたね、北澤さん。いやー、きっちり決めてきましたよね。やっぱりこういう選手がいるとセットプレーが大きなチャンスになりますよね。さあインテル、さらに1点を追加し2対0としています。インテルとしては 2-0 になったことで余裕を持ってプレーできますよね。ただ一つ失点すると流れも変わってしまうので守備は引き締めていきたいですよね。はい、エディガルジュニオ、澤田、ここはつながりません。ジョアン・カンセロ、澤田、カットに行きます。久保、このマッチアップどうなる。ギルドへ、久保、ビルド、ここからカウンター早いでしょ。澤田、エジガルジュリオ、来た、かわす。
チャレンジしたところ、これはファールではありません。ビルド、ジョルディ・アルバへ。長崎としては今日はちょっと噛み合ってなかったですけど、このまま終わってほしくないですよね。ロナウジーニョ、加藤、サイドのスペースを使いますが通りませんでした。両チーム同じタイミングで動いてきます。2人の選手を入れ替えます。Coming on the field. ジョアン・カンセロ、デパウル、インターセプトを狙う。Substitution. クライファートからデパウル、シュートチャンス、抜きにかかる。あそこまでゴール前に人が集まってしまうとシュートコースがなくなってしまいますよね。倒されます。これはペナルティーエリア内。いやー、やってしまいましたね。長崎ペナルティーキックを与えてしまいました。ここを決めるとまた差を広げます。いやー、でもね、相手にとっては辛い状況ですよ。これを決めて追加点。非常に落ち着いていました。いやー、キーパー読んでたんですけどもね、キッカーの方が一枚上手でしたね。ピールの今日2点目のゴールです。さあインテル、現在3対0と相手を多く突き放すリードをしています。スペースを狙う、シュート、中央フリーでした。流れを止めます。ブロゾビッチ、ここで笛です。3対0、長崎敗れました。その差は3点、力の差を見せつけられてしまいました。北澤さん、今日の試合ですがどうご覧になりましたか。長崎としてはこうするんだっていう一つの指針のようなものが見えませんでしたよね。ですから何かチグハグになってしまうという形から抜け出すことができませんでしたよね。はい、ありがとうございます。さあ皆様、お別れの時間となります。解説は北澤剛さんにお願いいたしました。北澤さん、どうもありがとうございました。いえ、どうもありがとうございました。長崎が3対0という大差をつけられて敗れています。
And a quick reminder today to please take all litter to bins located by the entrance gates. Thank you very much for your cooperation.各チームしのぎを削るこの大会、目標達成に近づけるのは果たしてどちらでしょうか。注目の一戦です。本日のゲームはイーフットボールスタジアムで行われます。この時間はビファーレン長崎対モンペリエ、こちらの一戦をお届けいたします。コンディションを確認しましょう。今夜の天気は晴れ、過ごしやすい気候の中行われるゲームです。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。まずファーストハーフ見ていきましょう。ビファーレン長崎対モンペリエ。北澤さん、この試合パトリック・ビエラが先発ですよ。そうなんですよね、世界屈指のボランチですよね。はい、ディフェンス能力が高くて奪ってからのパスも非常に正確ですよね。なるほど、コースにおいてオールラウンドのプレイヤーということですね。はい、それを非常に高いレベルでこなしますからね、彼の代わりになる選手はそういないと思いますね。そうですね、まさにチームの心臓と呼べる選手です。さあ、カウンタースピードを上げたいところ、ここは通しません。カイオセザールからのスルーパスをカットしました。狙えるか、体を張ったプレー。カイオ、さあ一気にカウンター。おっと、こぼれ球、カリル・クリバリ、これは合いません。ここはつながりません。さあ、このセカンドボール、スペースを狙う、コーナーキックになります。このファーストハーフ最初のコーナーキックは長崎、守備陣クリアの対応です。お、これいいでしょ、中井のクロス、頭で来た。いや、北澤さん、これはいいセーブでしたね。難しいボールでしたけどもね、いや、よく止めましたよね。長崎カウンターを仕掛けます。どうだこのシュート、ドンナルンマクリア、このピンチをなんとか脱します。シュート、ドンナルンマ、これも止めてきます。先ほども見事なセーブ見せてくれましたけども、今のも素晴らしいセービングでしたよね。キーパー素晴らしいセーブでした。これはクリア、シュートこぼれます。わあ、いい展開ですね。シュート、いやー、さあ先制、長崎、エジガルジュニオ、ここは相手のマークをうまく外して落ち着いて決めました。このゴール、北澤さんはどうご覧になりますか。いやー、ボックス内で落ち着いて決めましたね。こういうディフェンスとの駆け引きは難しいと思うんですけど、パスのタイミング、受け方、シュート、どれも申し分ないですよね。
さあ長崎、貴重な先制点を奪いました。サポーターもテンション上がりますし、選手もそれにさらに応えたいという気持ちがあるんでしょうから、ここからまた乗ってくるんじゃないでしょうかね。トップで収まればね、シュートまで行けた攻撃でしたけどもね。デパウル、ムバッペ、レバンドフスキ、澤田、フリバリ、流れを止めます。スルーパスを出す、絶好の位置で受ける、シュート、いやうまく飛び出してシュートまで持っていったんですが、これは決まりません。飛び出し、そして最後のコントロールギリギリまで見てましたよね。今のはなんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。こんなチームが相手の時は、攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。ボールはメッシへ、太陽、長崎、カウンターを仕掛けていきます。エジガルジュニオ、エジガルジュニオから右サイド、エジガルジュニオからのパスは通りませんでした。キーパーから前線へ、ここも固い守りでボールを奪います。ここからカウンター早いでしょ。裏を狙う、この位置で受ける、これは届くか。アレクサンダー・アーノルド、このボールに触ります。モンペリエとしてはいいディフェンスですよね。中盤でパスコースをしっかり読めてますからね。さあエジガルジュニオ、メッシ、アラバ、デパウル、メッシへ、ベッカム。ここで前半の45分が終了しました。前半から得点が動いています。さて北澤さん、前半について何かコメントをいただけますか。長崎としては前半からかなりのシュートを打ってますよね。ただそれ自体はいいんですけども、ちょっと決定力に不安が残りました。これだけ打ってまだ1点しか取れてないとも考えられますからね。ビファーレン長崎対モンペリエ、長崎が1点を先制して後半を迎えます。後半キックオフです。長崎 1-0 リードです。長崎はロングカウンターを得意としているんですが、改めてこの戦術ちょっと解説いただけますか。後ろでしっかりブロックを作ってボールを奪ったら素早く相手の裏を狙うんですよね、はい、手数をかけずにゴールを奪うのが特徴ですよね。なるほど、前線の選手のスピードを生かすことになると思うんですが、そうなりますとこのプレーのスタートのタイミングが大事になりますよね。一本のパスで勝負が決まりますからね、はい、そのあたりディフェンスとの駆け引きだったり選手のスイッチの入れ方も見逃せないですよね。なるほど、デパウル、デパウルからのパス、もう一度、これはなかなかこじ開けられない。デパウル、長崎はあわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。裏を狙っていきます。ベッカム、アキノ、太陽、クリスティアーノ、柔らかいボール、スルーパスを狙う、裏のスペースを狙う、いいボールでしょ。ここはキーパー処理しました。澤田、カウンターですよ。デパウルからムバッペ、ここはカットします。ここはクリア、落ち着かせます。後半の3分の1が経過しました。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。長崎としては少し攻撃に厚みがないですよね。もう少しイマジネーションのある攻撃が見たいですよね。Substitution on the field。両チームともメンバー交代があるようです。
ベッカム、これは合いません。これはファールではなかったようです。得意、奪いに行きます。うわ、展開入るなってきましたね。さあ、つながるか。アレクサンダー・アーノルド、ロングボールで展開。アキノ、ここは読んでいました。さあ、カウンターのチャンスになります。エジガル・ジュニオ。長崎は交代枠を2つ残しています。メッシー、星の切り替えも早いでしょ。スペースを使う、フリーで受けた、これをシュート、止めた。村松、危ないところでしたが、なんとか切り抜けます。いいでしょ、星の切り替え。裏へ届くか。スペース、いいボール出たんですけどもね。ドンナルンマ、大きく前線へ。ビエラからムバッペ、裏へのスルーパス。オフサイドですか。さあ、ともに選手交代があるようです。さあ、エジガル・ジュニオ。Substitution in progress。ここはボールを下げる。スペースへ。このボールはつながりません。ここはつながりません。アキノ、スピードアップしたいですよ、ここは。ここは奪います。マテウス、まあ、リズムを失ってますよね。ミドルサードでこれだけボールを奪われてしまうと、やはり可能性なくなりますよね。エジガル・ジュニオからイバルボ、ワンツー使ってくる。勝負のシーン、上げる、クリアです。長崎としては今のはいい攻撃でしたよね。もう1点欲しいという気持ちが出てますよね。ここにメッシ、ここの1対1マッチアップ面白いんですけどね。マーテウス、スペースを狙った。ここはディフェンスの対応。カリドゥ・クリバリからのフィード、奪います。ムバッペ、さあ、ホーランド、シュート。今のはよく当てましたよね。そうですね、コースを塞ぐいい守備ですよね。長崎が最後のカードを切ります。ボールはクリア。長崎、さあ、勝ちまであと少しです。北澤さん、今日はサポーターは嬉しい試合展開になって、シュート決まった、追いついた、モンペリエ。このゲーム終了間際での同点弾。メッシ、フェイントを入れてシュート、ゴールでした。ディフェンダーを揺さぶってコースを開ける、そこにすかさずシュートを打ってきますからね。イメージ通りのシュートだったんじゃないでしょうかね。さあ、モンペリエ、土壇場での同点劇です。いや、踏ん張った結果出てましたよね。そうですね。ムバッペ、イバルボへ、エツガル・ジュニオ、さあ、ホーランド、シュート、こぼれたところを押し込む、うわー、ゴラッソー。
ここで笛です。2対1、長崎このゲーム残念ながら負けてしまいました。そしてこの大会からも退くこととなります。北澤さん、試合をご覧になってのコメントをお願いします。長崎としてはプレッシャーもあったんでしょうかね。ちょっとチームの歯車がうまく付き合わなかった感じですよね。この課題をクリアしてまた強くなってほしいですよね。そうですね、ありがとうございます。さあ、放送時間もなくなってまいりました。解説は北澤剛さんにお願いいたしました。北澤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。長崎が残念ながらここで敗退です。
please take this opportunity to pay a visit to our official store where memorabilia from today's match are now available.長崎は今後の行方を占う大事な初戦を迎えました。新たなライバルたちとの戦いが始まります。この時間はブラジル対ビファーレン長崎、こちらの一戦をお楽しみいただきます。このゲームはブラジルサッカーの聖地マラカナンで行われます。セレソンの歴史はこのスタジアム抜きには語れません。コンディションを確認しましょう。今夜の天気は晴れ、過ごしやすい気候の中行われるゲームです。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。前半ゲームはスタートしています。ビエラカットに行きます。ネイマールパスでつないで攻め込んでいきます。エディガルジュニオ、クリバリ、流れを止めます。ファンダイク、マルキーニオスへ、ネイマール、ピルロへ、サイドを使います。ピルロ、さあこのセカンドボール、ソン・フンミン、ここはつながりません。カリル・クリバリ、マルキーニオスへ。今日のゲーム両チームともまずこの立ち上がり、北澤さんはどうご覧になりますか。まあ始まったばかりでまだ点も動いてないですからね。スタミナは全然ありますから、ミスが少ない序盤はお互いじっくり行きたいところですかね。ここからカウンター早いでしょ。さあ左へ預けて裏を狙っていきます。さあチャンス、ネイマール、シビキ、素早いパスで攻め上がっていきます。マルキーニョス、ここは読んでいました。ネイマール、ルバッペ。長崎は前半ここまでまだこれといったシーンはありません。ビルロ、ここですね。ビエラ、長崎はロングカウンターを得意としているんですが、改めてこの戦術ちょっと解説いただけますか。後ろでしっかりブロックを作ってボールを奪ったら素早く相手の裏を狙うんですよね、はい、手数をかけずにゴールを奪うのが特徴ですよね。なるほど、前線の選手のスピードを生かすことになると思うんですが、そうなりますとこのプレーのスタートのタイミングが大事になりますよね。一本のパスで勝負が決まりますからね、はい、そのあたりディフェンスとの駆け引きだったり選手のスイッチの入れ方も見逃せないですよね。なるほど、ネイマール、ビエラからロマーリオ、裏へ出るか、シュートきた、先制ブラジル。ムバッペ、最後はキーパーとの勝負シーン、北澤さん見事な駆け引きで勝利しましたね。いや、しっかりこういう状況で決められる決定力の高さは素晴らしいですよね。
特に1対1はキーパーの他にプレッシャーとの勝負でもありますからね。瞬時に相手の動きを見てコースを判断する冷静さが不可欠なんですよね。難しいゴールですよね、これはね。さあ、ブラジル先制ゴールを決めました。1対0。これでペースを作りやすくなりましたよね、はい、ただ相手も先制されたことでアグレッシブに来ると思うので落ち着いた対応は必要になりますよね。ロマーリオからムバッペ、ピルロ、カウンターですよ。クリスティアーノへ、佐藤、さあつながるか、シュート、シュマイケル、きたー、追いついた、長崎、いやー早かったですね、北澤さん。いやー、この点決められた後、相手の一瞬の隙を見逃さなかったですよね。素晴らしいパスワークからのゴールが生まれました。いやこれは素晴らしかったですね。パスワークの中で相手の一瞬の隙を見逃さなかったですよね。今のはチームの連携が生んだゴールですよね。今日のゲーム見応えがさらに出てきました。いやこの短い時間でよく取り返しましたよね、はい、このまま流れに乗って一気に逆転したいですよね。ソン・フンミンへ、ピルロへ、ソン・フンミン、クリスティアーノへ、佐藤、ロマーリオへ、さあエジガルジュニオ、クリスティアーノ、ネイマールへ、アントニオ・リュディガー。前半終了です。非常に動きがあるファーストハーフでした。見応えのある好ゲームです。北澤さん、前半戦についてのコメントをお願いします。長崎としては失点しても自分たちのペースを崩しませんでしたよね。そして前半のうちにしっかり取り返すことができた。この後の展開に期待が持てますよね。ブラジル対ビファーレン長崎、前半を終え1対1同点で後半へと折り返します。さあ、ご覧のようにセカンドハーフスタートしています。ファーストハーフはお互いに1点ずつとそれなりにゲームに動きがありました。秋野、さあカウンターのチャンスになります。裏のスペースを狙う、インターセプト、いけるか、シュート、来た、勝ち越し、長崎、ゲームをひっくり返します。相手のチェックを外してのフィニッシュ。北澤さん、いかがでしょう。そうですね、ラストパスの質が非常に高かったですよね。受け手の方も相手の位置を確認して冷静にゴールに流し込みましたよね。一瞬の判断でしたけど、お互いのシュートの意識の高さが生んだゴールでしたね。さあ長崎、1点をリードしてリスタート。これは見事な逆転ですよね、はい、サポーターにとっては最高の展開になりましたよね。そうですね、このパスを防ぎます。ネイマール、ネイマールからソン・フンミン、クロスを上げる、守備陣クリアの対応です。エジガル・ジュニオ。ブラジルとしては先ほどから前線の選手はほとんど守備に参加してないんですよね、攻めに集中。シュート、来た、追加点、長崎、大きな追加点。相手のチェックを外してのフィニッシュでした。ボックス内でうまくフリーになりましたよね。パスを受けるタイミングも良かったですし、フィニッシュまで綺麗に決まりましたよね。さあ長崎、リードを2点に広げてリスタート。いや非常にいい流れですよね。チーム全体に勢いが出てきたんじゃないですかね、はい、非常に大きな1点だと思いますよ。ネイマール、ここでマッチアップ、
絶好の位置。これはつながりません。ビルロ、ビルロからの長い縦パス、インターセプトを狙う。これは積極的なチェック。このセカンドボール、足元大事に行きます。あ、開いた。あ、これファー、うーん、取らないですか、レフリー。ここは間合いを取る。奥井、さあここでカウンター、裏へ届くか、抜けてくる、ファンダイク、ここはカットします。奥井からエジガルジュニオ、このボール奪いに行きます。加藤、長崎、カウンターを仕掛けていきます。秋野から左サイド、これを読んでいた。ボールを奪いに行きます。これはファールの判定、注意に終わりました。両チームともメンバー交代があるようです。ピルロからロマーリオ、積極的なディフェンス、シュートこぼれた。ブラジルとしては高さで勝負してくるんじゃないでしょうかね。ヘッドだ。ブラジル絶好のチャンス、ものにできません。結果的に大きな場面だったかもしれませんね。ファンダイク、このボールをカットします。加藤、スペースを狙う。大きく前線へ、マルキーニョス、これは合いません。ここは守備の対応、長崎、もう無理にはいきません。カイオ、ピルロからホドリゴ、これはファールを取られました。これはイエローを食らってしまいます。手元の時計3分を切っている状況。ここはキーパー処理しました。ムバッペ、いい展開ですね。ムバッペ上げる。シュート、カイオ、体を張ったプレー、大きなクリアでここはしのぎます。ファンダイク、このボールに触ります。
さあアディショナルタイムは2分。上げてくる。原田しっかりと抑えました。さあ笛が鳴りました。3対1、長崎結果として見事逆転で勝利を収めました。北澤さん、結局逆転という形で試合が決まりました。どちらにこう勝利の女神が行くのか分からない展開でしたもんね。なるほど。長崎としてはどんな状況でも自分たちのサッカーさえすれば本当にもう負けてもおかしくないんじゃないかという状況からひっくり返すことができるわけですからね。大きな一勝になったんじゃないでしょうかね。はい、ありがとうございます。そろそろお別れの時間となります。本日の解説は北澤剛さんでした。本日はありがとうございました。ありがとうございました。長崎初戦をものにしました。